広幸こと西村之氏が16日までに X を更新、自民党派閥のキックバック問題をめぐる使途不明文々の追加納税問題について、試験を綴った。ひろゆき氏は、この件について自民党の森山宏総務会長が追加納税案について、ありえないと否定したことを報じるテレビ朝日の記事を添付。同記事では、鈴木俊一財務大臣が納税するようにと私の立場で言うことはしないと発言したことも伝えられており。ひろゆき氏はこれらを引用しつつ、上級国民は納税しなくてよい国なんですが、 下級国民は増税みたいですけどねと記した。この投稿に対し酷すぎる真面目に確定申告しているのがしんどいですね。終わってる以外の言葉が見つからない今度から俺の給料も裏金として入金してほしいな。ひどい、ああひどいなどと様々な声が寄せられている。